こんにちはリフォームの達人プロデューサー山さんです。皆さんこんにちは旅するコーヒーマイスターマイちゃんです。よマイスター今日はどんな、えー、コーヒー入れていただけるんでしょうか。いやあのコーヒーフレッシュ開けるときに昔からこう必ずパーンってこうはじけてたじゃないですか。はいはいはい。 んでで最近でもなんか弾けること少なくなったなと、なんとなく思ってたら、ちょっとなんかこう、出るところに一瞬空気が逃げる隙間ができてるように改良されたのかなと思って、さりげない改良だな、嬉しいな。いや、それ言わないですもんね、その改良しましたよって、言わないでやる、そなんかそれってやっぱ困ったことを、声が聞こえてきたんでしょうね、ユーザーの。と、うん、ということでやっぱりメーカーカは そういったユーザーからの声、今またいいじゃないですか、ネットでいろいろすぐにこう広がる、えー、そういった改善、リフォームでも実はあったんです今日の大きなテーマですよ、まさかこれがそういうふうに変わってたのかなというテーマ、えー、裏テーマもありますが、はい、本日お届けするのはこちら、築23年目のキッチンリフォーム、どうなったか。 まちゃん、やっぱり築23年目ぐらい、このあたり、リフォームを一番目に考える、そんなタイミングじゃないでしょうか。そうですね、大体リフォーム来られる方は、25年前後の方で、30年経つと、もう結構してないのよ、うちっていう感じでしたよね。うん、これですよ。 そう前じゃ、はい、もうこれぐらいになってくると築23年目のものがいっぱい溢れているし、うん、ゴミ箱もね分かりますよ、これ綺麗にしたいはい卓上の食洗機がスペースを圧迫してんうぐらい盛り付けスペース、どこ,こ,こえ <laughs> ででも広いですね、うん、電子レンジの扉が盛り付けスペースけ <laughs> 電子レンジの扉でしたってこれねこれをねこれ食卓の時になんか冷ややっことかカツとかここを盛り付けスペースにしてこれ写真撮っていただいてるのも嬉しくないですか いやあのまず美味しそうだなと思ったんですけどでも美味しそうだな美味しそうた目の前に美味しそうなんですよねそうでもここまでねせちららにこう現状を見せていただいてありがたいですねシンク下も使いづらい、うん、だってそうじゃないですか排水溝があるしねここに食べ物関係とか入れれない、うん、あれこの黒い部分真ちゃんこれ分かりますあえっと何でしたっけこれ暖房系でしたっけ足元温風機 そそうそう,そう,そう、はい、がついた形あそこからねんこんな23年目のコンロがグリルは使えるだから23年間大体いいコンロ10年そこそこって言われますが23年ですのでこのコンロも3つお鍋置くと窮屈。まあ、じゃあこれやっぱり今だと 75センチの幅のものあります。当時は60の幅しかないのでやっぱりこういったお鍋も窮屈な方からワイドにしたい方も今増えてますよね。そうですね。これだと吹きこぼれると天板の方に行っちゃいますしね。あのそうですね。ワークトップもあの水返しのところに汚れが溜まってますね。ここね。これね、うん、おそらく溝なんですよ。コリアンカウンターじゃないですかね。うん、コリアンで溝を掘ってある形だと思います。だからコリアン だとこういった溝掘りタイプになってくるんでそこに溜まってるのかもしれませんねゴミ箱は邪魔になんかかっこよくないですか光ってません <laughs> なんか聖なるゴミ箱みたいになってます <laughs> そうでしょう教会みたいな感じですよねやっぱりあのゴミ箱の場所はやっぱり皆さん困ってますよね、うん、そうこれコンロの横にスパイスラックあるんでここもぶつかるんでしょうね で家電収納も雑然としてる、これ、雑然としてますけど、さっきの普段使っている、これ、麗にこに片付けて、解体する、えー、ちょっと前の形ですけど、普段使ってるときは、もうやっぱりごちゃごちゃしてる、もっともっと雑然としてましたよね、さっきの冒頭の写真、はい、で、なぜリフォームしたいか、それはこれ、シンクの裏側から見た、これ、給水管、給湯管、この水栓の、ね、裏側から、シンクの裏面から覗いた感じ。はいはいはい これが実はちょっとこう青くなって水漏れをしてこれがリフォームをキッチン考えるきっかけになりましたこんな感じちょっと火がなんかこう染み込んでポロポロしてるような感じ分かります本当,本当ですねもうカビが生えそうなはい、はい、ですからこのカウンターの裏によく厚みが人工大理石って10ミリとか6ミリとかで裏打ち合板が貼ってあるとこれ裏打ち合板この分かります水星の周りもこういった形で厚みがここにあることによって で、水栓なんかも、この木に対してね、ぐいぐいとこう組み込んで、馬、え、蹄、ー、でこう締めるような感じなんですけど、この木がないとダメなんで、ステンレスも厚み1ミリですけれど、その裏打ち合板があるという形になってます。そんな裏目の写真よく撮ったなと思うんですけどね。うん でその MDF の,の木がボロ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 水を吸って下のこの配管スペースのひな壇シンクジュエット、はい、扉開けた奥のところにこれ給水ン給湯管が立ち上がってるんですよ、床から。その立ち上がってるところに穴にこう排水プレ給水プレートを巻けてますがその周りにこの上からの木くずが水で吸い込んでポロ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 木くずでいっぱいそんな形になっています。はい、で新しいキッチンセンセわー素敵 <laughs> これちょっと切り替え早すぎたかな、山田さん。もう一枚入れた方が心の準備必要なぐらいかっこいいでしょ、これ。ええすごいですね。え、でも床はそのままなのかなそ<う>床はそうです。これタイルの床でしょかっこいいですもんね。え、いです。なんか勝手口もかっこよく見えますけど、ブラインドとかも撮ったんですね。こんな感じで。うわぁ、かっこいい。天板もいい柄ですね。オートムーブついてる。うわ。 なんかイタレリ尽くせるじゃないですか食洗機も流れるシンクハ<わ>ンドハンドタッチレスあ、そう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 あ<ー>こううのデリシア,リシアわ、すごいナビシデリシアだし、なんか猫ちゃんもいるし素晴らしい <laughs> ハンズフリー水泉そうねうんナビッシュ水泉ですよ広い面積洗い流せるこれナビッシュいいですよね いやーいや、ナビッシュ最高でした。あの、ショールームでも、ね、やりましたけどね、使いやすかったですよね。進化してます。で、天板は、これ、コーリアンでしょ。この柄。コーリアンなのか、あの、セラミックなのかなセラミックにも見えますけどね。はい、かっこいいこコーリアンなのかなはいはいはい。猫ちゃんも似合ってますね。似合ってますよね。どうだみたいな。<laughs> ねえ。 素素敵素敵でしょう、うん、どう見てもだからセントロ、やっぱ素敵ですよね、で、なんで,なんでセントロなのかってと、ここなんですよ、一目惚れ、これ、このツールコンテナ、はいはいはい、この黒い感じの上質な感じ、いいですもんね開けたときにね、ショール見ても、ちょっと違いますもんねいや,いや、もう、これは言うことないですよね、便利で使いやすくて、はい素敵です。 で、見入れ食洗機舞<あ>ちゃんの奥さんが欲しい欲しいと言ってる見入れ食洗機これうちもうちもまさしくこのタイプ入れようと今見積もりには入れてますはいこれね、うん、欲しい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 もうねさっきゴミ箱が光ってたけど今度は見入れ食洗機が光ってた3 <laughs> 段引き出し素敵ですね いれりくはいで今日お待たせいたしました、はい、今日の大きなテーマやっぱり家電収納もすっきりしたいゴミ箱もここでここまでいいんですがちょっと心配になるんです山さんセントロとね言いえばゴミ箱のところ裏から覗いたら横のキャビネットのところにねな <laughs> ありましたよね前ありましたありましただから 他の引き出しだったら参議でもいいけど、ゴミ箱のところ覗いたときにはダメじゃん、塞がっててって。ありましたよねご大きい、なんか、うん、ごあのー、ね。隙間が、天板との間に隙間があって、これじゃあ、いろんなものが通るじゃないかっていう動画やりましたよね。はい、やりました。うんうん、見てください。あらカウンター裏。塞がってますっていただきました。あららら、見えない進化が。 ここにも <laughs> 見えない進化が、はい、見えない進化いつの間にかだからクリーナップは分かんないですよ実際に発表してませんからねさっきの、あのー、コーヒーミルクじゃないけれどうん、うん、発表しますカウンター裏は、えー、塞ぐことにしましたなんて発表しないじゃないですか新商品は発表するけど <laughs> そうですねあじゃああれこの新セントロになって変わったんですかねいろいろいや新セントロじゃないですもんこれ あ、そうなんだ。うん、へぇー。だから設計変更したんじゃないですかやっぱり。なるほど。声を受けて。なるほど、なるほど,るほど。水波、まあ、がそれの原因かどうかはわかりませんが、<laughs> ただ、えー、クリーナップ自体が動画を見てるのは心得ております。まあ、クリーナップだけじゃないですけどね。宝スタンダードも他のリクシルも t o みんな見てもらってるんですけれども、まあ、見てもらう中で、これはいかんと。これは、これは今まで、そんなのしょうないでしょって言ってた人も、動画にまでなってしまうと、おいおい、それ <laughs>、 それはいかんでしょってなったんじゃないですということでクリナップさん、もしこれが設計変更になったら素晴らしいですね、やっぱユーザーの声をやっぱそういうふうに聞いていくっていうのが大きなポイントじゃないですかはい素晴らしい変更だと思いますあの娘さんがね、前、なんかこの部材を使ってどしっとやったっていうね、ああいったところ、あやっぱりその辺が影響してるのかなと思いますが、え薄いね、3ミリぐらいの化粧ご板をね、ピタッと張ってましたよね綺麗にやってましたもんね。やってましたね 頭で押さえてってやってましたけど。ネット注文のガスコンロに傷があると教えてもらいましたが、ちゃんと動いたので問題なしです。おいいですね。うん、このコンロのデリシアはあのネットで注文したんですね。で、ちょっと傷があったんですね。うん、なるほど。でもちゃんと動いた。ショールーム巡り八回変更。えー、こっからアンケートです。リクシルタカラスタンダードクリナップとうとういきました。耐久性と清掃性、そしてかっこよかったからクリナップ。ショールームの方とっても。 親切で8回以上もプラン変更しましまたが私のわがままに嫌な顔せずに付き合ってくださいましたわわどころかもクリーーアップからするとあれだけ入れてもらってこんなに動画にしてもらって嬉しいもうそんな8回どころかでな、ね、い <laughs> ショールームは何回見てもらってもいいしやっぱこだわるような形のお客さんに来てもらいたいですよね舞、まあ、ちゃんいやもうセントロのプラン変更なんて喜んでええじゃないですか <laughs> <laughs> 業者選びは 工務店さんはどのように決定しましたか？ええー、山さん、リオナビのご紹介です。ありがとうございました。いあの高野さんっていうね、もう本当に素敵な元ゼネコンさんで働いてた方が、もう、えー、いろんな形、知見も持って、そのその、やっぱり、ね、養生とか、えー、さらにはこういった掃除、クリーン、きれいにキッチン外しても、もう掃除機でザーっと毎日工事終わってもきれいに片付けるとね、やっぱ換気されてますね。うん。 で、その根底、決め手は何だったんですかやっぱり人柄と信頼性。まあ、これ全てのビジネス言えることですけどね。あと、ご両親が私たち夫婦と同居ということもあり、リフォーム以外で話が弾んで、運命を感じました。まあ、ご縁ですよね。こういったつで、うん、で、えー、なぜ、えー、一番こだわったリフォームのポイントは、憧れのミーデ食洗機。前ちゃらしたことですよ。<laughs> 20年前から憧れていたミーデの食洗機を、 入れることです。あとはひたすら楽をしたい。まあそうですよね。せっかくですから楽になっていただきたい。追加オプションは特にバージョンアップしたところ。滑らかでかっこいいセントロ、ツール、コンテナ、レールの動きは違いますよ。上から取り出さなくていいオートムーブ <laughs> なるほど <laughs>、えー。連動で自動換気する換気扇フード。そして断捨離の効果も。半年以上悩んで悩んで何度も変更を重ね嫌になり、一休みした時期もありました。 そう、山さんがでも LINE をずっとね、往復をこうしながらね、あここにたどり着いたから、ね、<laughs> もうひとしおですよ。断捨離の効果もあるかもしれませんが、一つ一つ自分の心に聞きながら決めていった経過。あここ大切ですね。うんうん、大切だと思います。かなり予算オーバーとなりましたが、今はとっても満足してます。リフォームして本当に良かった。そう、結局ね、 予算はオーバーになるんですけどオーバーした以上に満足度高くなるこれがリフォームの特徴ですそして補助金は明日申請していただく予定ですもらえたら嬉しいけどダメでも仕方ないですよねうーん必ずもらえる大丈夫 <laughs> 見たらねあの今日7月24日でしょこの時点76%だから、えー、もう今申請これしてくれたら余裕ありますからねこの申請する時点で、えー、申請時点で予算の方は通ります はい、あとは審査が通るかだけですけども全然問題ないですよねこんな感じでこんな感じ羨ましい LINE 登録で定期的にプレゼント配発信してます <laughs> ぜひ山さんとお友達になっていただいてコメントスタンプくださいね今日はセントの一番大きなやっぱカウンターの裏面実は化粧されていた、うん、これ設計変更か他のパターンももう1個見てみないとわからないんでぜひ、うんえー、情報あったら教えてくださいはい。 まちゃんいいかかがだったでしょう以前、あのピコピコ問題とかもやりましたけどね、やっぱりちょっとこう皆さんのねネットとかいろんな声をもとにこう改良していくっていい体制だなぁと思いましたよね。はいということで、いいことも、えー、よくないことも、やっぱりフラットな立場でどんどん情報発信していきます、ね、あので、ぜひ。 ご参考にしていただいて、選ぶのはあなた、えー、どれを選ぶか、そういった形の一つの情報を発信して、はい、そのためにはあなた自身の声もね、ぜひ届けていただければなというふうに思います。いきますよ。せーの。必ずできる。て、うんうん、らっしゃい。素敵なセントロ。よかったです。使ったらまた教えてください。